全盲女子の波平丸です。おうち大好き人間の私なんですけれども、このところお出かけを満喫する機会が増えてまして、今回もお出かけの話をしようと思うんですね。で、私が電車に乗っている時とか歩いている時に感じているようなことも合わせてお話ししようかなと思うんですね。で、今回のお出かけなんですけど、友人の馴染みのお蕎麦屋さんがあるということで、で行くっていうので私も一緒に連れてってもらうことになったんですね。で、事前にネットで調べた情報によると、そのお蕎麦屋さん、きゅうりの漬物が美味しいということで、これはぜひきゅうり食べようと思って、で、あと親子丼も美味しいっていうことだったんで、お蕎麦と親子丼のセットだったら食べようかなとかね、いろいろ考えていて、でお店に向かったんですね。で、到着したんですけど、なんとお店がお休みだったんですよね。いやー、もうびっくりしました。もう定休日とは違う曜日だったので、まさかね、お休みと思わなくて、ゴールデンウィークの関係で臨時でお休みになっていたんですね。まあ残念ということで、もう気持ちを切り替えて近くのお店でうどんを食べました。明太子と卵の入ったあんかけうどんで美味しかったですね。で、うどんを食べた後にちょっとお買い物をしようということで、スイタサンクスという商業施設に移動しまして、でここにはシンボルの大きなゴリラ像があるんですね。ちょっと上の方にあって触れないのが残念だったんですけど、ゴリラがいるというので一緒に写真を撮りました。もうすごいインパクトなんだそうでね。で、そのね、ショッピングセンターでいろいろお店を見て回りまして、で私普段ね、あんまりこうゆっくりね、100均とか見て回る機会ないんですけど、100均とか見て興味深かったですね。で、最後にクレープ屋さんでバナナのクレープを食べまして、楽しい一日になりましたね。そんな感じだったんですけど、この日私は電車で移動をしたんですね。で、電車の中でちょっと嬉しいことがありまして、私駅員さんにどこまで行くっていうのを伝えて、で乗る時に案内をしてもらったんですよね。で、電車乗る時に結構混んでいて、席が空いていないということで立って乗っていたんですね。で、何駅か過ぎたところで声をかけてくださった方がいらっしゃったんですよね。席空きましたよって教えてくださったんです。私はそれがとっても嬉しかったんですよね。なんか私、立って電車に乗ってるっていうのは全然平気だし、席を譲っていただきたいとは全く思ってないんですけど、席が空いているという時にそのことを教えていただけるっていうのはすごくありがたいなぁと思ったんですよね。なので、もう声かけてくださってすごく感謝感謝なんですけど、もうこれはもう歩いてる時とかでも
よく声かけてくださるんですよね、いろんな方が。もう本当にね、ありがたいことで、そういう方々のおかげで私もここまで生きてこられたんだなっていうぐらいなんですよね、本当に。なので、まあこうね、私はいつでも歩いてるとき困ってるっていうわけではなくて、ね、ずっとそんな助けを必要としてるわけではないんですけど、だからこう声かけてくださいってアピールするようなつもりも全然ないんですけど、なんかこう気軽に声をかけ合える環境ってすごくいいなって思うんですよね。やっぱり道歩いてて困るっていうのは私だけではないと思うし、もう誰だってそういうことあると思うんですよね、見える見えないに関わらず。なのでね、こうそういう誰か困ってるっていう時に、私も何か力になれることがあったらできることはしたいなって思いますし、ね、なんか気軽にね声かけ合えたらいいですよね、なんてことを思いました。ということで、今回は私のお出かけのお話でした。最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ナミヘイマルでした。